皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。今回はですね、特許編の15億超え特許訴訟佐藤の切り餅事件ということでですね、皆さんの多くの方が知っている佐藤の切り餅、食べたことある方も多いと思います。で、その佐藤の切り餅を作っている佐藤食品工業がですね、特許侵害で訴えられるという事件が起きました。で、この事件はですね、かなり話題になりまして、で、内容もですね、その皆さんにとって身近な切り餅という内容でして、で、かつ特許の内容自体もすごく分かりやすいので、特許を理解するという上で、すごく参考になるかと思います。ですので、ぜひですね、今回の内容はご覧いただければと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、内容に入っていきたいと思います。まずですね、その事件の背景ということで、最初にどのようなことが起きたかというところを説明させていただくんですが、冒頭でもお伝えしました通り、佐藤の切り餅を作っている佐藤食品工業という会社がですね、特許侵害で訴えられたんですけども、で、その大元となる特許を取ったのはですね、同じ業界の切り餅業界の越後製菓という会社ですね。で、越後製菓は皆さんご存知の方もすごく多いと思うんですけども、業界ではですね、佐藤食品が1位で、越後製菓が2位という位置づけでした。で、その2位の越後製菓が取った特許がありまして、それをもとに佐藤食品側を訴えたということですね。で、ここにですね、事件の経緯をまとめてますので、これに沿って説明していきたいと思います。で、まずですね、ここに書いてないんですけども、2008年の4月に、その越後製菓側が、切り餅についての特許を取得しました。で、その後ですね、この2008年4月ですね、越後製菓側が、その佐藤食品側が売っている、佐藤の切り餅、これが、その特許を侵害しているということでですね、佐藤食品側に、内容証明郵便を送ったんですね。で、その内容証明郵便にはですね、特許侵害をやめて、つまり、商品の販売をやめるようにというような、内容が書いてあったんですね。で、それに対して佐藤食品側も、反論してですね、で、それで書面のやり取りを、3億ぐらいやったんですね。で、ただですね、それでも、佐藤食品側は佐藤の切り餅の販売をやめずに続行したと。つまり特許侵害を認めなかったんですね。特許侵害していないから、商品の販売やめる必要はないというようなことを主張しました。で、書面のやり取りではですね、それで拉致が開かなかったので、2009年の3月に、その越後製菓側が、佐藤食品を、特許侵害ということで、提訴しました。で、これは第一審ということで、東京地裁に提訴したわけなんですけども、そこから訴訟が始まるということになります。で、佐藤食品側もですね、それに対して反論するということと、さらにですね、もう一個対策を打ったんですね。というのも、ここに2009年4月にですね、佐藤食品が無効審判を請求ということで、以前ですね、無効審判についてご説明させていただいたんですけども、無効審判というのはですね、簡単に言うと、特許になった後に、それが本来特許になるべきではない理由が後から見つかればですね、その特許を無効にして、つまり特許という権利を消滅させることができるというものなんですね。で、そのようなですね、無効理由をこの無効審判で、主張して、この特許ですね、取り消そうと、証明させようというふうにしました。なので、裁判と無効審判が両方とも、並行して進んだということになります。で、その後ですね、訴訟が進んでいきまして、2010年10月、佐藤食品側が勝つんですね。つまり、越後製菓の特許を侵害してないという判決が下りました。で、この時のですね、訴訟の、争点となったのはですね、その、越後製菓の特許の内容がですね、すごい曖昧な部分がありまして、で、それをどう解釈するかによって、その特許の権利の範囲が狭くなるか、あるいは広くなるかという分かれ目だったんですね。
で、狭く解釈されればですね、あの特許侵害にはならないということだったんですけども、まあ、広く解釈された場合には、まあ、特許侵害になるということだったんですね。で当然その特許権者である越後製菓側は、まあ、広い権利を主張するということなんですけども、まあ、佐藤食品側はですね、小さい範囲の、まあ、権利だというふうな主張をするんですね。でそれに加えて、まあ、無効審判も請求したということになります。で、結果的に、まあ、佐藤食品が勝ちました。でなので、侵害とならずにですね、まあ、商品の販売をやめる必要もないということになったんですが、ただですね、これで事件は終わらなくてですね、越後製菓側がその後、その内容が判決が不服だということで控訴しました。で、知財高裁、正確には知的財産高等裁判所ですね、まあ、ここに、控訴するわけですね。で、これが第2審ということで、そこで、またですね、再度内容が、判断されてですね、そしたらですね、判決がですね、覆ったんですね。2012年3月、越後製菓は逆転勝訴ということになりました。で、さらにはですね、ここのタイミングで請求していた無効審判ですね。これもですね、請求不成立ということで、認められませんでした。つまり、まあ、ここで完全に、まあ、越後製菓が勝ったと。つまり、佐藤の切り餅を販売していた佐藤食品側が特許侵害が確定してしまったということになります。で、ここに至るまでですね、実はすごい、その両者で、まあ、揉めまして、特にですね、その、まあ、佐藤食品側ですね、こちら特許侵害していないということで、まあ、かなりですね、その証拠を出したんですね。まあ、裁判所に対して。ただですね、裁判所側は、その証拠が不十分だということで、認めませんでした。さらにですね、それどころか、その証拠が偽造したものだというふうに裁判官が言ったんですね。で、それによって裁判官の心証がすごく悪くなってしまって、結果、さらに最悪な事態になってしまったというふうな、そういうふうに考えられています。で、この訴訟によってですね、まあ、下された内容がですね、かなり重いものでして、まず、その、佐藤の切り餅の商品の販売ですね、まあ、これをやめるように言われました。で、さらには、その、切り餅を作っていた設備、まあ、機械ですね、それを廃棄するようにも命令が下りました。で、それに加えてですね、損害賠償、これがですね、結構高額になりまして、約8億円という額になりました。で、8億円というとですね、その佐藤食品の売り上げがだいたい300億台なので、だいたい2% から 3% ぐらいということですね。まあ、結構大きな額ですね。で、まあ、特許訴訟としてもですね、これは結構大きな額に入るかと思います。そのような結果となってですね、まあ、佐藤食品側はかなり大打撃を受けたということになりました。で、さらにですね、事件はこれで終わらずですね、2012年4月にですね、越後製菓側が佐藤食品に再び提訴したと、訴訟したということが起きました。で、これはなぜ起きたかというとですね、1回目のこの訴訟の時ですね、訴訟されてからですね、佐藤食品側はその佐藤の切り餅の販売をやめなかったんですね。まあ、つまり、ここからこの間、ずっと売り続けた分、まあ、侵害行為が続いてたんですね。なのでその分の損害を賠償しろということで、提訴をしました。で、それによってですね、佐藤食品側もですね、チャンスを言わんばかりに、まあ、証拠をたくさん集めて抗戦したんですね。で、ただですね、その抗戦も虚しく、また敗れてしまうということになりました。で、その時のですね、損害賠償額は、まあ、約7億8000万ですね。なので、1回目の8億と合わせると、まあ、15億、まあ、8000万円ぐらいということで、まあ、15億軽く超えてしまったというような多大な額となりました。なので、まあ、佐藤食品側はかなりの大ダメージを受けたということになります。この事件ですね、本当にいろいろありまして、特にですね、当事者っていうのは、この2社だけではなくて、実は他の2社も関わってたんですよ。というのも、切り餅業界で、その1位が佐藤食品工業、で、2位が越後製菓、で、さらに3位に木村食品という会社があって、で、4位に松明食品という会社もあるんですね。で、その3位と4位の、
会社もですね、この訴訟に肩入れをしまして、で、業界一の佐藤食品側についたんですね。で、援護するようにですね、証拠を集めたり、あと無効審判を請求したりですね、まあいろいろやったんですけども、まあ結局、その、まあ2位の越後製菓が勝ったと。つまり、業界2位対業界1と3と4位の戦いだったんですけども、結局こっちの、少数派の越後製菓が、まあ、勝ってしまったというような結果ですね。この結果によってですね、その、当然、佐藤食品側も、商品の販売を、まあ、することができなくなったので、今売られているですね、その佐藤の切り餅っていうのは、まあ、当時の、その、侵害していた、特許を侵害していた時のものとはちょっと違うんですね。まあ、内容を変えて、まあ、それで、まあ、販売を継続したということになります。で、特許の内容はですね、まあ、すごくシンプルで、わかりやすいので、で、その内容について、次回説明させていただきたいと思います。それではですね、今回はこの辺で失礼させていただきます。それでは、また。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画もぜひご覧ください。